どうもソガです。ラムラーナ始めてきます。ボスっぽい、うわ強そう。っていうか尻尾にも当たり判定あるんですね。あなたちょっと移動が早い。やばー、いった。めちゃくちゃやな、痛い。ちょっとなんか当たり判定もきついし、あれか、顔にしか当たり判定ないか。ちょっと痛っ。あ、でも盾でガードできないからな、大丈夫。 OK。 ただ手応え多分なかったんやろな、これ。ここなんか箸出そうやけど出てこんもん。無限の鍵を突き刺せ、無限に命が生まれる場所に無限の鍵を突き刺す。ちょっとさっきの石碑はちょっと普通に取っとこう。間違えた。次元の鍵、多分この次元の鍵っていうのをゲットせんかったら、ここのボスたちは無限に溢れてくんだ。無限に命の生まれる場所に無限につながる場所、そこに無限を突き刺す。はちゃめちゃでんがい。ああ、この人弱いけん助かる。じゃああれか、その 無限のじゃあ次元の鍵っていうの見つけてこんかったら、ここのやつら迎え倒してもいいんだっけ。一旦戻ろう。で、合っとるよな。その判断で合っとるよな。確かこの上やな。あった。ここさ、何をこ、鍵じゃなくて、鍵じゃないんか。あ、ちょっと今持っとる新しく手に入ったの全部試してみよう。空飛ぶ乗り物と言われてる壁画の中に奇妙な形の、奇妙なか。あ、違う、そうか、これか。ってことは多分黄金の鍵で使えるようになってからじゃなかったらここに来る意味がないんか。産声いくか。産声でも行ったところで今なんか進展見込めなさそうな。こいつなんなんマジで。危ねえ。あ、ちょっと待って、見えた今背景におるわこいつ。ほら来た。いや、よかった気づけて。いやマジでちょっと産声の日は背景マジで至る所でやられてる。これ何、ここ。あ、ただ戻ってくるだけ。はいはいはい、よかった。ちょっと体力半分ぐらい入ったけど、まあええわ、多分大丈夫でしょ。ほんと多分ここで飛んだ先がなんかあれ来たわ。でここが怖っ。ん？ん？めっちゃ押しよるけど。お、来た。あ、よっしゃ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 。え、逆にあれ上の壁は何を押しとった、これ。あ、違う、これ行った。なんこれ。よっしゃ、次元の鍵を手に入れた。やりました、やったぜ。え、やば、すげえ、めっちゃ順調やぞ。あ、やった、アイテム全部埋まった。不思議な物体で作られたってか、もうこれ鍵ではない。歪んだ次元の力を弱めることができる。よっしゃ。ただちょっとさ、これ多分押したらそこなくなるんちゃう。ほら来た。いや、おとなしく止まってくれ。オッケー、じゃあ多分これでスカンダの間に行けるはずやけん。よし、ちょっと一旦回復してきて、スカンダとの対決をして、ちょっと区切りといこうかな。ほい、よっしゃー。お、お、すごい、ムキムキマッチョマンが。え、動きやば。え、動きやば。痛い。あれ、なんかあれか、胸元のマークが弱点がこいつ。よっしゃ、
もうな、力技でいける。とりあえずこれ上の石板読むか。やば、913やね。大きな壁の向こう、じゃあ大きな壁の奥にパレンケは眠る。黄金の鍵を持てパレンケ2度目。はい、よっしゃ。え、ポシェットキーを手に入れた。え、黄金の鍵は太古の機械を動かすことのできる鍵、アイテムボタンで使用し鍵をはめ込むこと。あれ、黄金の鍵は、ポシェット、一応これ黄金やけど。あとここなんか扉できたね、もしかして。あ、ここ、あー、よっしゃー。あれ、ちょっと待って、ん、なんかめっちゃ敵が増えてる。ん、ということはこれはもしや、まさか、あ、ちょっと行こう。ちょっと思い当たるところがあるけど、てかもうついさっき話しよったし、ここにはめるんでは、やって明らかにさ、この夜間みたいな形取るもんな。おい、来たわ。あ、鍵の形か、なるほどな。で、多分やけど、どうしよう、ちょっと一回回復してこよう。うわ、どうしよう、多分ボス戦いけるよな、もう。でも次元の鍵手に入れたけんな、次元もやりたいっちゃやりたいんよな。うわ、やばい、やりたいことだらけや。やっぱりな、出たな。やっていこう。パレンケ戦、行くぞ。どうなるん？お、なに？え、なに？え、なに？うわ、ちょっと、え、なに？うわ、横、ちょっと待って。星な、え、ちょっと待って、どういうこと？何事？え？え、何事？今のは何？ちょっと待って、どういうこと？え、なんか試合棄権できるの？よくわからんけど、何が起こったかわからんけど、何、どうすればよかったの、さっきの。俺どうしたらいい？待って、わからん。いや、わからん。どういうことや、今の。あれか、なんか条件があるんか。よし、わからん。アイテムの時はゼレプトや。な、黄金の鍵、これ。お、おしゃれなポシェット持っとるの。なんじゃ、それも拾ったアイテムか。何に使うんじゃ、それ。わからんのか。そういや、導きの門の壁画に、それと似たようなものを持っとる壁画があったの。ほんまに？乗り物に乗ってそのポシェットガシャコーンってはめ込んどったわ。え？ん？もしかしてやけど、このポシェットキーを持ったまんまじゃなかったらパレンケできんとかか。まさか、これポシェットキー持っとったらいける。ちょっとそれでも吹っ飛ばされたらもうあれやけど。ダメやね。ん？あれか、ポシェットキーを取り出してみたらなんか。ちょっともう、わかんない。パレンケどういうことなの？俺と戦いたくないんか？てか、またこれちょっと大変そうやな。メルマックとか、バハムートと同じパターンやんな、やって。まぁ、ちょっとこれで、ほらほら、あ、動いたわ。なるほど、そういうことか。ちょっと待って。そういうことね。よかった。じゃあもう予定通り。予定通り死んだ。予定通り、パレンケ戦をやろうと思います。もうごめんね。たびたび言うことがあって。
なるほど、まずポシェットを使わないかん、毎回使わないかんとか、毎回使わないかんっぽいな。ちょっとこういうパターンを見ていきたい。どうしますか、いけいけ、やば、ダメージの食らい方が半端ない。あれか、もうこっちもいた、こっちも遠距離系でやらないかんのか、なんか全然当たり判定が。シューティング系なんかすごいな、マジで。OK、じゃあ痛い痛い、あ、爆弾とか投げたらどうやろう。危ない、8個しかない、痛い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 、ちょっとあのオプションたちが1個しかない。爆弾もうなくなる、やば、いった、あれ何やの、なんか謎の銅像みたいな、こっちすごいな、目まぐるしすぎて何も見えてないの。あれこれはもう、もしや、てかもう死にそうや、え、オッケー、ちょっとあれや、爆弾補充してくるか、あの太陽神殿で。もうお金も最初なんかめちゃくちゃお金なかったのに、もう今めちゃくちゃお金あるけん、買おう爆弾、お安いところで買いに来ました。うん、割引ちょっと安くして、あれ安い、はい、まあまあこれで30になったんかな、28か、まあいけるかな、よし行こう。あでもそっか、ポシェットキーを持ってない人たちも行けたりするかもしれんけん、ああいう風になったんやな、鍵が。鍵じゃない、宝箱は。よっしゃ頑張るぜ、今回はもう爆撃戦や。シューティングそもそもあんま得意じゃない、あはー、こいつはやべえぞ、なかなかに大変かもしれないんで、あと多分こんな何回も何連戦何連戦絶対いつかポシェットキー押すの忘れることあると思う。よし、ちょっと待って、危ない危ない、あ、なるほど、パレンケが壊してくれたところの壁におったらいいか、いて、気づくのが遅い。すごいな、スピード感が半端ないな、ちょ、いったー、強すごいなこいつ、わけがわからんけどめっちゃ強い、慣れることあるんか、大丈夫、あめいって、あーやばい、やばい、再戦の速さが半端ない速い、あのこの間の B と全然逆やな、 B 一戦がめちゃくちゃ長いけどこいつめっちゃ速い、終わるまで、やば、これでどうやって戦えばいいんだ、あーあーあやばい、あおう、あれかな、爆弾もうちょっと買っとくべきだったかな、なんか全然足りる気がせない、28個で足りるんだよ、あと上方向に投げても当たるかどうか試してみるべきだな、どうぞ、あれいった、やば強っ、強っ、頑張りまーす、これやばいな俺、
これ、最後の母どんなことになるの？いやでもいけるぞいけるぞ、ちょっと見えてきた見えてきた。上と下とでうまいことこうチャンスをもう見つけたら爆弾を投げてる。あとはなんか数が足りなさそうやね、やっぱ爆弾。ほほほい、俺は負けない。ほほすごい、もうパレンケにくっついたら吸い込まれるように殺される。でも当たないんやろな、こいつやって。こんな乗り物作るぐらい。お母さんがくれたのじゃないよ。あこれエルマック超え来るぞ、ほんまに。再戦数、なるほど。やば、行ってきまーす。ちょちょ、こいつは大変だ。あーやばいやばい。パレンケやば、こいつめっちゃむずい、マジで。やばいってあ、爆弾なくなっとる。もう爆弾なくなったらどうしようもできんや。あ、手裏剣当たるん。爆弾追加購入するか。ちょっと待って、ああいかん、爆弾の追加購入しよう。爆弾追加購入してきます。足りん。あれ、ソールドアウトって書いてるけど、ウェカピポってか。え、ちょっと待って、爆弾30個までしか持てんの？ふざけとる。金がもったいなすぎる、それは。なんやねん。今度はもう28個全部当てても無理ってことか。きつ。いや、そのことないか。28個全部当ててないもんな、絶対。よーし、やろう。こいつマジ強いぞ。やっば、こいつマジでやべえ。すごいな、1分も経たずに飛ばされとる。爆弾が30個しか持てんねんな。あそこ、ここ、はいはい、
はい、あと一歩この弾に当たったら壊されるけん、慎重に慎重にって言ったでしょ。あれなんか煙出てない？あぶね、あれか、顔んとこ狙っていったね。お、あぶね、やばいやばい、やった、え、嘘、やった、え、嘘、ちょっと待って、あっけなさすぎる、急に、わ、なになに、こんといて、大丈夫、は、え、どういうことな、ちょ、え、何、なんや、縦か縦か、縦縦で出しとったよかったんか、もしくはポシットキーを押しとったよかったんか、もう一回、ちょっとあっけなさすぎる、急に、どういうことなんや、ね、マジで。オッケーオッケー、まあとりあえず、とりあえず勝てることは分かった、勝てることが分かっただけでも同じ、まあやばい、あ、ダメやな、これは、ああオッケーオッケーオッケー、まあまあでももう大丈夫大丈夫、いやちょっとマジか、バフォメットの時もなんか間一髪で切り抜けたとこがあったけん、なんとなくいけっかなと思ったけどダメだったな。オッケー、来たけど、来たけど、ちょっと待って、ちょっと待って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 、どういうこと、ちょっと待って、なんか責任に買い取ったか、パレンケのことについてあれ、パレンケ、パレンケどうすんや、ちょっと待って、ちょっと待って、もしかしてあれか、最後うおーって爆発して巻き込もうとする前にや、もう何回かバカバカバカって叩きゃあえん感じなんかな、ちょっと待って、それでやってみようこいつただじゃ転ばんな、危ね、チャンスタイム、チャンスタイム、体力が減ってくる、よっしゃ、あとは手裏剣でやっていくしかない、体力が、体力が足りんじゃん、ちょっ、おっしゃ、これでどうなる、よっしゃこの野郎、よっしゃよ、そういうことか、あ、よし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 、よかった、そういうことねよっしゃ、パレンケ倒しました、もう毎回ギリギリやな、よかった、しかし爆弾全部使ったな、え、いった、
ふわー、よかった。これなんか左のお部屋の人なんか言うかな。ここの部屋の人入るのに一苦労やけんな。もうええわ。よっしゃ、じゃあとりあえずゼルプトンのとこ行こうか。何やこいつ。エロいもの。どうしたん、大丈夫か。まあ娯楽が少なそうやしな、村は。はい、じゃあちょっと無事パレンキョをやっつけたので、ちょっとどうなるかわかんないんですが、一旦ここまでにしようかな。で、次は次元回廊のあの中ボスたちをボコボコにしよう。次元の鍵をね、もうすでに手に入れてますんで。よっしゃー、疲れたー。